ドラマを背負った銃の背景をちょっとご紹介しましょう。65年も前にソビエト連邦のミハイル・カラシニコフによって開発されたこのクラシックなライフルは、オリジナルこそほとんど現存していませんが、デッドコピー・ライセンス製品などが現在も流通しています。その数なんと世界で8000万から1億兆にも上ると言われているそうです。すごいですね。なぜこれほどこの銃がもてはやされ大量に作られ流通しているのか、それはこの銃の持つ特徴にあります。 録画が予期せぬ終了していましたということですか。大丈夫ですか。大丈夫です、はいはい、AK-47 はソビエトの非常に厳しい環境の中で完璧に動作することを前提に設計されており、高度、湿度、温度などの変化にとても強く、非常に単純な仕組みで発射することから、水や泥に落としても確実に作動するという利点があります。なるほどね。命中精度の高い銃はたくさんありますが、ここ読まなくてもいい。違います。そうじゃなくて、そうじゃなくて、今の、スタッフの情報のところを読まなくてもいいですよ。なるほどね、わかりました。びっくりした。はい、失礼いたしました。はい、命中精度の高い銃はたくさんありますが、どこでも確実な作動というと、この銃にかなうものは未だに出ていないというのが実情だそうです。仕組みが単純で、操作も一度ばらして掃除をしてから組み立てるのも簡単ということで、全くの未経験者でも数時間から数日のトレーニングで100メートル先の標的に当てられるようになると言われています。すごいね。なるほどね。このためゲリラやテロリストなど全くの素人を短期間に鍛えて送り出したいグループに愛用されました、ベトナム戦争で戦争大国アメリカが元が農民などであったベトナムのゲリラたちに実質勝つことができなかったのも、AK-47 よりも命中精度などは高いけれど、操作や扱いにおいては若干複雑となる M16 をメインに配備した米軍が、暑さと湿気、泥や虫や生い茂る木の中での戦いとなったベトナム戦争において、扱え、水に浸かっていた後でも拾って掃除をして組み立てれば使える AK-47 を持ったベトコンに遅れを取ったということも一因であり、時間をかけてもあるはず。はい、はい、よいしょ。よろしいですか、この今もどんな環境でも信頼されている銃がまた注目を集めています。なるほどね。で、先ほどのシンプルでクラシカルなルックスから一転した雰囲気ですが、AK-47 の持つ動作の確実性に加え、現用のハイテクオプションを付加すべく、レールハンドガードに、ヘンドカードに変え、ストックやグリップも樹脂製のものにした、いわゆるタクティカル AK というジャンルが台頭してきているのだそうです。なるほどね。まあカッコして地味だけど健康な女の子がおしゃれしてつけまつげつけて、今時の女子として戦闘力上げたみたいな感じなのかしらっていう、恐ろしい例えですね。例えがついてますね。でもなんかちょっと分かりやすい気もしますね。過酷な環境の戦地においては、今もって AK-47 ほどの動作の確実性を誇る銃は他にはないため、
結果的に信頼性が高いという評価になり、アフガンなどの現地でも一部の米軍兵士も今ではこういった AK を愛用しているということなんですね。それでですね、じゃあ SAC からリリースされるのはこの2つのタイプ、つまり2つなのっていう、この2タイプなのっていうふうに思われたかもしれませんが、大丈夫ですよ。はいはいはい、この写真の AK、両方ともなんと同じ銃なんです。ほうほうほう、SAC の技術とか努力によりまして、プリムの移動や変形技術を投入して、クラシックなスタイルから現代のスタイルまで全ての装着物が付け替え可能となっています。ほう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 、ね、クラシックから現代風まで、あるいは混ぜこぜにしてと、一丁でいろいろと美味しい銃になっております、でアニメーションの方もただいま怒涛の制作中ということで、発売時にはアクションのかっこよさにもしびれてくださいね。これはもういよいよ僕がね、この竹下ジェットシティのスタジオでもう銃を乱射する時が来るわけですよ。そうかね、すごいですよね。ちょっと楽しみですけれどね、リリースが決定しましたらまたご紹介する予定になっておりますので、どうぞ皆様ご期待ください。わかりました、はい、楽しみにしてます。楽しみですね。ちょっと銃の歴史について学んじゃいましたね。そうですね、いいですね、豆知識が、そうですね、はいはいはい、ためになる、興味持っちゃうね、やっぱり。まあ、そういうでもあれですもんね、映画で見たことありますもんね、よく出てきますよね、それによく聞きますよね、はいはい、本当に銃を知らない人でも、ね、だから違うって言うと AK-47 だって言って AKB-48 と勘違いすることかな、何か言っちゃうんですか。違いますから、なっちゃう。こちらリリース楽しみですね。楽しみですね、はい、リリースになりましたらまた皆さんにご紹介したいと思います。その時はぜひ、はい、ください、ね、乱射したい、はい、楽しみなさってくださいね、はい、以上です。SOC からのお知らせでした。ありがとうございました。ありがとうございました。いいですね、はい、さあ、それでは続きまして、次のお知らせスポンサーいきましょう。続きましてはこちら、エリア86、さあ、それではエリア86からのお知らせになります。それではよろしく。コンバットエリアの改築が進行中のエリア86から、恒例の可愛いダンスパーティーの続報です。はい、はい、タイニーに仮装という要素も加わって、さらに楽しいパーティーになりそうな、今回のタイニーダンスパーティー、開催場所がエリア86エルシムに決定しました。なるほど、はいはい、SLURL は開催前日の明日25日にエリア86オーナーラブミーさんのブログでご案内の予定です、はい、確認してくださいね、はいはい、会場時間の26日日曜21時半以降にお越しください、はい、それまではお越しいただいても会場には着きませんのでご注意くださいね。なるほどね、はい、仮想の定義は難しいのですが、あまりそんなに難しく考えずに、いつもとはちょっと違う格好という感じで気軽に行ってみてください、はい、ただ基本がタイニーダンスパーティーで設定される会場の都合もありますので、入りきれないと困りますので、あまり大きいアバターはご遠慮ください。そうですね、はい、マシュマロマンみたいに困りますからね。ね、潰されちゃうな、はい、したら、はい、なるほどね、なのでタイニーさん、あるいは小さめのアバターでの仮装姿、もしくはタイニープラス仮装でお越しくださいね、はい、また波動や負荷のあるアバター衣装や、その他負荷のかかりそうなものは極力外してシムの、負荷軽減にご協力をよろしくお願いいたします、はい、
すいことです。はいはい。タイニーは、心さんはタイニーになったりとかしますか？あんまり心さんがタイニーになってるの見たことないな気がする。心もタイニーいくつか持ってますけど、うんうん、最近はちっちゃい子供アバターの方が多いですね、なるとすれば。なるほどね。でもタイニーだったら、あの、うん、ちっちゃいトラ？トラ。ああ、見たことあります、うん、そうそうそう。あれよくほら SLTV のちっちゃいワンちゃんとか柴犬みたいな、うん、あれも、うんうん、トラバージョンがあるのでミニトラになったりもしますね、はい、まあ柴犬みたいなと柴犬ですけどね、あれはね。みたいな、モニオですよね。そうそうそう、モニオくん、はい、あれの、うん、コトラバージョンがあるのでそれでいこうかな。じゃあ、はい、あ、なるほどね。これぜひ行っていただきたいですね。そうですね。ちょっとこう、そうですね、癒されて帰って。ああ、癒されそう。そう、ちっちゃくて可愛いのがいっぱいバーって、ね、うん、集まるんでしょうね。まあ、そうですよね、なんかね。ぜひぜひ、ね、見てみてください。はい。こちらの方、前日にラブミーさんのブログの方で、ご案内予定というふうになってますので、はい、ぜひそちらの方を参照して行ってみてください。はい。はい。趣味の方の構築も順調に進んでるみたいなので、これも楽しみ。それも楽しみですね。楽しみです。もうすぐですか？もうちょいですか？そうですね。3月っておっしゃる。3月って言ってますよね。はい。はい。ということで、ぜひよろしくお願いいたします。はい。さあ、それでは、以上、エリア86からのお知らせでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、それでは続きまして、こちらのお知らせスポンサーからの情報でございます。行ってみましょう。ジャバラエステート不動産情報。さあ、それでは行きましょう。ジャバラエステートから不動産情報です。それではよろしく。はい、ジャバラエステートから今週は、うん、たっぷりプリプリムのシムレンタルについてのお知らせです。はい、余裕のある広さと、うん、プリプリムの土地をお探しの方に最適な4分の1シムとホームセットシムです。はい、うんうんうん、現在4分の1シムにつきましては空き区画がございませんが、うん、3区画分の予約が入り次第ご用意できるとのことですので、はい、お問い合わせしてみてください。うんうん、あとですね、4分の1シムレンタルの価格なんですけれども、はい、1区画16384平米、3750プリムで、3ヶ月契約が1ヶ月あたり12000円、6ヶ月契約 1ヶ月あたり11000円、1年契約1ヶ月あたり10000円と、早期に契約されるほどお安くなっておりますね。で、初期の手数料は1ヶ月分となっております。そしてさらに広い土地をご希望の方に、うん、ホームステッドシム丸ごとのレンタルも行っております。うん、いいですよね。いいですね。価格の方なんですけれども、1シムですね、65536平米、3750プリム、3ヶ月契約で1ヶ月あたり17000円、6ヶ月契約1ヶ月あたり16000円、はい、1年契約1ヶ月あたり15000円となります。なるほど、なるほど。で、どちらのレンタルにも恒例の SLTV 特典がありますよ。うんうんうん、契約時に SLTV で見ましたと言っていただければ、うん、賃料1ヶ月分の初期手数料が免除となりますので、ぜひこちらの特典も活用してみてください。うん、ね、マトさん見ましたよとかね、はい、アーカイブ見ましたよとか ね、それで何でもいいですよね。うんうん、で、ただしですね、はい、4分の1シムとホームステッドシムについては金額が大きいということもありますので、うん、6ヶ月以上の契約をされた方に適用となりますので、うん、こちらの方をあらかじめご了承ください。そうですね、はい、6ヶ月以上、うん、はい、6ヶ月以上ですよ、うん、はいですね。で、いや違う、ごめんなさいね、何ですか、そういう時は読んでいいですよ。いいの、まあ、うちのディレクターが、そうですか、マトさんね、乳首出てましたねとかね、言うといいんじゃない、言ってもいいですよ、はいはい、横長でしたねとかねって、横長じゃねえって話です。横長なんだ、
まじまじ見てないからわかんないけど。まじまじ見てないとか言ったらカメラが寄ってくるからやめなさい。はい。はい。でですね、あの、ジャバラランドアトランティスに連結を希望される場合は、SIM、うん、のコンセプト、今後の展開など審査の上決定させていただきますので、はい、こちらもご相談くださいということです。なるほどね。はい。はい、気がちっちゃいますね、アップになってるとね。そうですよ。すべてのお問い合わせは、ジャバラジャニングスさんまでお問い合わせください。なるほどね。はい。以上。ぜひこちらの方はあれですね、新動向をね。はい。4分の1のレンタルとかもいいですからね。いいですよね。クスクスクス笑わない。乳首見ますかってことで、何回も乳首乳首言わない。もうそんなね、はい、もうはしたないわ本当に。あれでもそんなに乳首乳首言うんだって、来週からもう R18 周にするぞこの番組。え、何それ、 R18、 ええ、R18 周にするよ。あ、じゃあ出られないわ。なんだって、なんだって、出られないわ。あれだね、ちょっと一回こうボコボコにしないとわからない。はい、ということでジャバラエステートさんからの不動産情報でした。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあ、ちょっと次のお城スポンサーも行ってしまいましょう。はい、さあ、それでは続きましていきましょう。続きましての情報はこちらからになります。それでは続きましてはこちら、サイヤー、はい、サイヤー。さあ、それではサイヤーからの情報になります。それではよろしく。はい、サイヤーからば。待って、ちょっとブリ、え、ちょいブリ、ちょいブリ行ってきます。いや、かなりブリブリで、はい、いいですよ。サイヤからは、2012年最初のビギナーズスクールのご案内です。はい、ご案内、はい、ご案内です、うん、はい、今年度のサイヤは2012年前半は、うん、あ、ごめん、ちょっと咳払いします。私じゃない、それ私じゃない。あ、そうですか。はい、犬が穴掘ってる。主に初心者に優しいイベントを多くやっていく予定です。はい、はい、ちょっと試したい、あ、試してみたいけど、うん、部活を見学に行っては見たものの、うん、上手な人ばっかりで萎縮しちゃう、うん、あ、なんかごめんなさい、なんで何を悶絶してるんですか。もう一回いいですか。もう一回いいですけど、なんか大丈夫ですか。大丈夫です。はあ、はあ、じゃあもう一回いきますか。はい、もう一回いきます、はい、ちょっと試してみたいけど、はい、部活を見学に行っては見たものの、はい、上手な人ばっかりで萎縮しちゃう。言えてねえんだよね、萎縮しちゃうが。萎縮しちゃう、萎縮しちゃう。こんな方のためにまずは恒例のビギナーズスクールから始めます。うん、でもいつもとは一味違うのです。お、はい、2月28日午後10時半、うん、開校第1回目を皮切りに毎週火曜日の夜10時半より、うん、サイヤシムボールアリーナ1にて、トータルで3回の連続したビギナーズスクールのイベントを行います。はい、はい、第1回は基礎編で、うん、28日です、はい、うん、メインインストラクターとして、はい、私心が、うん、手を取り足を取り根節で根節丁寧に指導いたします。はいはいはい、はい、めちゃめちゃうまいキノコ選手、うん、そして永遠の初心者クリオネが、うん、心の両脇を固めつつ、うん、頑張ってくれますので、はい、頑張ります。はい、私も頑張ります。はい、ぜひボイスが聞ける設定にて会場まで足を運んでください。うん、大事なのぜひ ボイス設定は会場に。もうなんだおい、おさぎせボヒーボヒってボイスボイス、はい、ボイスが聞ける設定にして会場までいらしてください。はいはいはい、会場にいらっしゃる前にあの Please turn on your voiceボイス上げてください。ね、うん、はい、はい、
第2回目は、応用編として、1回目に参加した人は試合を中止に一緒に楽しもうと思いますけれども、2回目から参加予定される方については、基礎編の復習をするので、多分問題なくまた参加は可能ですので、遠慮なく来てください。はい。はい、そして、第3回目、楽しもう編には、お気楽、お気楽、極楽な気分で、遊びに来てくださいね。来てくださいね。はい。詳しくは、そら豆ブログ内、サイヤ公式ブログ、サイヤアップトゥーデートをご参照ください。はい。ね、はい。お待ちしております。お待ちしてます。そんなになんか楽しいことがあったんですか、ここさん。何ですか、何がですか。なんか大したこと、全然面白いところでもないところでなんかクスクス笑ってるから。いやいや、ちょ、このなんか、お気楽極楽でいつもなんか、とかって思ったりする。お気楽極楽じゃないってことですか。じゃあこれは偽りありってことですか。違う、お気楽極楽なは間違いないんですけど。なんか、自分的になんかこれはもう、不本意だっていうことを言ってるのかな。あ、違う、そんなことないんですよ。ね。まあ、極楽でもないし、気楽でもねえんだよ、バカ野郎、みたいな。感じで。お前らはそうかもしれないけど、私違うのよ、みたいな。違う、そうじゃない、そうじゃない。そういうんじゃないわけですね。お気楽極楽。そう。スタッフもみんなお気楽極楽で一緒に楽しもうっていうことです。はい、あ、楽しみだなと思って、くすくすって感じだったんですね。はい。はい。そして、クリオネが、締めて言ってくれますよ。Happy Sinboarding and looking forward to seeing you there.まあまあまあ、さっきの紙があるからもう今何言ってもダメだ。まあというわけで、サイヤなんですけども、今年前半は、初心者の皆さんを中心に、いろんなスクールとかをやっていくと。そうですね、ということですね。私に優しいんですよ。はいはいはい、ということで、まだシンボルやったことがない方、ベーシックボードっていうその無料のボードもありますんで、はい、ぜひそちらの方を使ってですね、お試しでやってみて、何が面白い？あ、違う、あとね、英語だと噛まないね、ジョグさんが言って。あ、なるほどね。確かにとか言われちゃった。確かにとかっていう。英語で噛むとこ、噛む時とかもあるでしょ？あるのかな？ケイちゃんかな、ケイちゃんとかも、ケイちゃんか誰か忘れたけど、たまにこうなんか英語で喋ってて、なんか、なんとかかんとかルブルブルブルってなっちゃいますよね。それマットさんわかるんですか？いやいや、明らかにこうなんかそこのところがおかしくなって、ブル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 って言ってるから、このままやってるから。あ、そうなの。噛んじゃうとね、ブラブラブラって言うんですよ、英語で。あ、そうなの。それいいな。なるほどね。あ、ということで、シンセサイザーって言えないんだ。誰ですか？ケイさん。あ、なるほどね。シンセサイザー。まあ、こういう形でやるみたいなので、ぜひ、皆さんも参加してみてください。初めての方、はい、ぜひ、初心者の方もぜひ。ぜひ、お待ちしております。一発目は2月28日ということで、はい、よろしくお願いします。10時半です。お待ちしてます。はい。以上、サイヤからのお知らせでした。ありがとうございました。ありがとうございました。もう何が起きたか全然分かんない状況かですよね、お二人。なんか何がそんな楽しいことがあったのかみたいな。いや、お箸が転がってもおかしいんですよ、はいはい、ね、心。なんかすごい楽しい。でもまあ、何がおかしいって、二人が笑ってるネタがそれぞれ違うから思うんですよ。そうね。さあ、それでは行きましょう。こちらのコーナー行ってみましょう。目指せ歌丸。さあ、それでは目指せ歌丸。え、なんだって何なんだってねえ、だって今日2つ目も作ってきましたよ。頑張って。おー、すごいすごい。それをお手本を言いたいってことですか？うん。あ、そうじゃない？わかりました、わかりました。行きたいなと。まあまあ、最初のお手本はもうあんなざまでしたからね。どうして？なんで？
つ目いきました。あれも良かったです。良かった、良かった。下げる。ああ、下げるやつね。下げるのね。あ、なんだっけ、ケツを出せでしたっけ。いや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 、何でしたっけ。言ってないし。なんか、そんなストレートじゃなかったし。なんか、何でしたっけ。おじいちゃん先生、そんなこと言わないよ。うん。あ、なんか、そんな感じですよね。ちょっと違うけど。なんか、違うよ。ほとんどそんな感じの、なんかね。まあ、似たような。何でしたっけ、はい、あの、ケツを出せ、エロ医者ごときが嫌らしいですね。そんな感じのなんか作品。違う嫌らしいじゃないですね。うん、じゃあ行きましょう。じゃあ行きましょう。じゃあ、心さんのね。はい。それでは、それでは、本人たっての希望によりまして、心さん、MC 心さんのお手本の二つ目でございます。起死回生はできるのでしょうか。それでは行きましょう。3、2、1、どうぞ。好きだから、あいあい傘とか恥ずかしい。かわいい。かわいいでしょ。なんで気持ちなんだろう。あのね、もうちょっと言っていいですか。はい。もう前にもね、この件に関しても言ったと思うんですけど。ちょっとなんか説教地味ってことそうそう、あのね、こう、僕たち MC なわけですよ。はいはい。で、この番組、バラエティ番組なわけですよ。で、心さん、たまにね、この歌丸のコーナーでなんかね、なんかたまに綺麗なのを出してこようっていう仕掛けが見えるんですよね。なんで素直なやつ。うん、急に、まあ、わかるんですけど、はいはい、あのね、はい、まあ、これはもうはっきり言ってた方がいいので、もう、あえてもうオンエア中に言いますけども、うん、心さん、はい、視聴者の皆さんは、そんなあなたは見たくない。なんで違うよね。マカさんだけじゃないの。違う違う、言い方はすごい雑な言い方かもしれないけど、あのニトリの時のあなたがやっぱり視聴者の皆さん見たいんですよ。え、あれを、ね、あれがこれアイアイ傘ってなんだって。どうした。アイアイでね。なかった。アイアイ傘とか恥ずかしい。はいはい、はい、もうなんかね、もう聞いてる俺が恥ずかしい、もうなんか。いやいやいや、心にはだからほら、違うファンもいるから、ほら。ね、心ファンがキュン字にしたってさっきので、ほら、キュンって。誰キュンってした人、誰ここなんでそんな。誰なのキュン字にした人、誰なの。頭から否定。ほらね。ねえ、ほら、ニトリ最強って言ってる人もいるよ、ほら、ちゃんと。何そうなの。そんなよかった。だからニトリの面もあるけど、うん、ね、ほら、あの、かわいい、ブリブリ心の、そうそう、もうね、ブリブリの心は、ね、その面も出したいってことでしょ。ここの担当じゃないんだよ。担当じゃない。ねえ、あ、公式で出せばいいのか。あ、そうですね。そう、公式ね。うん。そうです。公式その雰囲気はもう醸し出してもいいけど、うん、竹下ジェットシティってあいあいかんすね。さっきなんじゃ、お尻ベロンでしたっけなんか。お尻ベロンで恥ずかしいとかって言いましたっけ。その後でなんてあいあい傘って言われても、もう本当にね。お尻ベロンは自分じゃない。ね。まあ、マトさんベロンじゃないですか。お尻ベロンでペンギン歩きって言ってた。下げっぱなしで歩くんです。ええ、そうです。お尻ベロン。全面容認ですよ。認めますよ。いやね、でも、竹下ジェットシティ、そんなんじゃなかったよな、もともと。え、何ですか。なんか、ちょっとね。もともとそんなんじゃなかったって、初代の MC、小春ですよ。あ、そっか。そうですよ。今、あ、そっかって言ってたよね、あなたね。違う。おはちゃん大好きだったから、あ、そっか。そうです。面白かったな。うん。分かったでしょ、大体路線的にはね。間違ってたでしょ、ちょっと間違ってたでしょ。え、でもすごい高尚な雰囲気だったよね、私たち来るまでの間はね。うん、いやいや、そういう問題じゃないんだよね。だったような気がする。そうだから、あの、本当に心さん、無駄な抵抗はやめた方がいいです。え、無駄な抵抗なの。さあ、それでは、はい、気を取り直していきましょう。ちょっと待って、視聴者の皆さんからの作品の方をご紹介したいと思います。はい、歌丸ネーム、ランポさんからいただきました。
ランポーさん、男子セカンドレフィーザーの方からいただきます。はい、ありがとうございます。ランポーさんは多分会場にいらっしゃって、多分歌丸は、は初出品ですね、多分ね。はい、出品、はい、はいはい、ということで、それでは2つ作品の方が来てますので、こちらをご紹介したいと思います。それでは行きましょう、はい、ランポーさんのそれでは作品です。テーマは恥ずかしい川柳。それでは行きましょう、こちら。え、ちょっと待ってね、どうなったの？え、何？なんか私のせいかと思っちゃう。そう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 。これね、五四五の最初のやつが読んできてるからリズムが取れなかったんだよね今。ああ、なるほどね。これちょっと僕の方でちょっと一個足しましょうか。ああ、でも難しいですね。ちょっと二つ目いきましょうか。二つ来てるんで。二つ目の方いきます。それでは二つ目の作品こちらでございます。それでは3、2、1、どうぞ。トイレにて髪がなかった恥ずかしい。困る、どうしようって感じです。ああ、困る、困るよね。これ駅のトイレにてって。ああ、理想。僕も今まで生まれて1回だけありますから。え、でもどうすんの？僕の場合は会社のトイレだったんで。ああ、叫ぶの？え？叫びません。誰かあって。僕の場合は全部終わった後で、うん、ウォシュレットも使って、その段階で気づいたんですよね。まただったらドライヤーがあるからいいんじゃない？だからずー、いや俺のところのやつはドライヤーがなかったんですよ。あ、それは辛い。だから、だからもう歩いたまま歩いたんじゃない？さすがにそれはしないですよ。あ、そっか。僕はだからその時はもうウォシュレット使った後だったんで、もうあとも自然乾燥。しばらく自然乾燥。そしてですよ。そしてこう、あの完全に上げ切らないで。ほらほらほら。完全に上げ切らないで、だから 70% ぐらいの位置ですよね。70% ぐらいの位置。あ、触れないように。触れないような位置に。うん、ポジションをキープして手でつかみのズボン並びにパンツ。なるほどね。で、そのトイレのトイレットペーパーの置いてある棚のところに行って、その棚からトイレットペーパーを取って椅子に戻るっていうね。あー、ランボさんも隣の個室にやっぱり探しに行かれたよ、うん、やっぱりそうだよね。うんうんうん、うん、そうだよね。大体隣の方に行っちゃったりするよね。なるほどね。そうね。でも隣に、うん、マッチさんトイレネタ多いって言われてるけど、でも投稿をしてくださってる、投稿してくださってる方と共感してるんですよ、僕は MC として。そういうことですよ。もう今まで42年間生きてきた中で、そんなトイレネタいっぱいありません。今こう、もうその42年間をもう集大成で集約してるトイレネタですから。なるほどね。だからまあこととしては十何年に1回ぐらいしか起きてませんけど、そんな頻繁にはないですけど。なるほどね。はい。これだけど本当にあれですよね、個室に入った時のトイレペーパーがないって言った時に、うん、その行動を取るタイミングってすごい難しいですよね。そうですよ。もうあれですよ、あのこう戦争ものの映画だったら、あの俺を援護してくれって言って援護する最中に行けるんですけど、援護する人がいませんから、うわって言ってもうあって帰ってくるわけね。ああ、なるほどね。まあ一番いい方法としては個室を隣に移るっていう最悪の。あ、移っちゃうのね。それはもういいと思う。なるほどね。あれ個室隣に行ってトイレットペーパー取って反対側にまた戻ってたらすごい時間がかかるんで。そうだね。だったらそこでいいよねって話になりますから。ああ、そっかそっか、はいはい、そうだね。戻る意味ないですもんね。そうそうそう。うーん、ね、なるほどね。ということでこれね、はい、1つ目の投稿は五四五の頭が4文字だったんで、こう1文字伸ばすとか、1文字一文字をこう何とかしたいなと思ったんです。とっさに浮かばなかったんで。あ、なるほど。そう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 。はい。そうですね。作品的には、餃子にソースをかけていて恥ずかしいっていう感じだったんですね。あー、なるほどね。はいはいはい。はい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 。これを何とかしようと思ったんですけども、ふっと読もうと思ったら一番最初が4だったんで、やばい、リズムが取れないと思って止まったんですよ。あー。これでもトイレネタで、マウンカップいけると思う。そうですね。じゃあこれトイレネタでマウンカップいきましょう。
はい。おめでとうございます。ランボさん、おめでとうございます。トイレネタやっぱありますね、うんうん、あるでしょ、お二人もトイレネタ、うんうんうん、出てこなんかないですか、多いですか、うん、そうね、でも髪がないっていうのはありますか、うん、でも最近ほらドライヤーついてるから問題ないかなって、いや問題、いや、うん、そうでもないじゃないですか、問題ないよね、問題ないよ、え、いやいや、だけどあれでしょ、ちゃんと確認作業必要でしょ、確認作業って何？でも入る前にあ紙がないなって隣に行くよね、うんうん、え、入った時に紙チェックするんですか、チェックするよ、それはあれですよね、よ余裕がありますよね、余裕、あ、でもね、女子は結局そうですよ、癖になって、ね、うん、うんうん、僕使うものだからね、そう、まず入ったらチェックする、そうですね、僕一回勉強含むんですよね、うんうんうん、なのでその段階で分かるんで、もう最近はないですけど、昔は、うん、そういう癖がなかったんで、うんうんうん、まああれですよね、もうこう全部もうすっきり終わって、いややったなって言って終わって、最後ガッて髪がない時なの、もうなんかもう漫画のような感じのおでこのところになんか線がザーってこうなんか下にガーンっていう感じだね、ちーまる子ちゃんみたいな、はいはいはい、そうそうそう、今男性もほとんど絶対使いますよ。あ、個室に入ればでしょ、はい、個室に入る場合はでしょ、うん、まあその立ち便器の前で使いませんけどそんなご丁寧な人あんまり見たことないですけど、ね、子供って立ち便器の前でくるぶしまでズボンとパンツを下ろしてますよね、あーそうね、うん、あ、そうなんだ、あれすごいな、ということで、それではいや大人でやったらおかしいでしょ、それそうですね、さあそれではですね、続きまして、次の作品、歌丸ネーム、アッズズさんからいただきました、アッズズさんからね、なるほどね、はい、女子です、はい、あのね、ちょっとアッズズさんに言いたいんですけども、歌丸ネームが最近すごい読みづらい感じになってるんですアッズズさん、女子です。セカンドライフユースリーミューザーの方からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。マトジェット乳首さん、クリちゃん、ココロさん、スタッフの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ここは元気よく読んでくれってことで、元気よくじゃあ、スタッフの皆さん、こんばんは。フレッシュアズですということでね。はい。元気よく読めて返すので。一応皆さんに言ってきますけど、こういう要望とは本来飲みませんからね疲れますから、なるほどね、はい、うん、最初にですね、前回のブラックフォーさんのみっともない川柳の解説を代わりにさせていただきますということで、先週みっともない川柳の中でありましたよね、先週、ブラックフォーさんという方から、先週のみっともない川柳のお題に対して川柳をいただいたんですよ、作品がですね、みっともないピンクの向こうのブラックフォーっていう、ここもあの僕かなり力いっぱい読んだんですおかしい、でこのみっともないピンクの向こうのブラックフォー、これに関してなんですけども、覚えていらっしゃいますでしょうかってこと、はい、覚えてます、もちろん覚えてます、番組中マトさんは謎の川柳だとはしゃいでいらっしゃいましたが、コンビニのレジでチャックを全開にして、そこからあなたが覗かせていたのはそうピンクのワイシャツでしたね、その情景を思い浮かべて夢にまで出そうな衝撃を受けたので川柳にしてみました、それなのにピンクってなんだうきゃきゃきゃというマトさんの反応は、納豆ご飯を食べたいのに食べ物が切れていた時の衝撃と同じくらいショックでした、とブラックフォーさんが言っていました、あ、なるほど、ね、そういうことだったわけです、一応ですね、これに関してはですね、その後スタッフともこう話をしまして、みっともないピンクの向かうブロック4っていうのはこれ、ね、一体何なんだっていう話になって、それはやっぱりあの時 の, そのコンビニ事件じゃないかとピンクのワイシャツチラリ事件じゃないかっていう話は、まあ、してたんですよね、でその辺の話は一応ケリがついたんですけども、まあ、わざわざね、アッズズさんが
やっぱりほら、ね、ブラックフォーさん、ね、放送でちゃんと言わないと、それはやっぱり同じ作品を出す仲間として、ブラックフォーさんのやっぱ作品について、そのこともなぜわからないんだお前らはみたいな感じでね。そうですね、説明して、今節丁寧な説明ありがとうございました。ありがとうございます。深かったんですよ。深かったですね、これはね、非常に深かったです。すごく良かったんですよ、はい、これある程度皆さんも分かってましたけど、まあ、番組で一応ふうに言ってきますけど、説明をしておきますけど、そういうことですから。はい。はい、ということで、さあ、それではで行きましょう。本日のお題でございます。ですね、1、2、2つ。はい。ですね。はい。こちら行きましょうか。それでは、行ってみたいと思います。それでは、あずずさん。作品でございます。恥ずかしい川柳一つ目。はい。まずはこちら。フレをしてその次ふんどし恥ずかしい。また来た。なるほどね。あれですね、なんか今日もあずさんとかブラックホースさんはモデル企業に僕を使ってるみたいですね。どうやらそのエピソード的なものがね。ああ、なるほどね。まあ、これ偶然ですけども、僕もこういう体験をしたというか。ああ、なるほどね。偶然なんですね。偶然ですね。たまたま同じ体験をしたことがあります、ね。ああ、なるほどね。僕もある方とプレイをしたときにですね、うちのスポンサーのアズールのオーナーさん、はい、ナミジュールさんと初めてお会いしたとき、SLTV をまだこれから作るぞっていうときですよ。うんうん、うん。その時に初めてプレイ登録をした次の瞬間ですね、いただいたのがふんどしだったので、その後すぐにそのふんどしに着替えたわけですよ。ああ、なるほどね。まあ、でも僕的には僕はその時もほとんど SL にあまり慣れてなかったので、とりあえずもらったものだから、身につけてみましょう、素敵なものだから身につけてみましょうということだったんですけど、まあ、つけてみてふんどしだったんで、まあ、でも僕としてはまあ本当は辛かったですよ。本当ぐっと耐えながら、もう奥歯を食いしばりながらね、もう本当に泣きながら履いてましたけども。ドヤ顔だったんじゃないの。いえいえ、そんなことありません。履いてやったぜみたいな。いやいや見ろみたいな。さあ、それでは続きまして、でも洋服ちゃんと脱いでたって、ほら、ね、やっぱり ねやっぱりね、はい、露出狂なんですよ僕実は。あ、そっか。そうです、はい、なるほどね。だからあれか、膝まで下ろして僕もね、自分で思うんですけどね、そこまで僕自分で自分を落とさなくてもいいよね今も。そうね、難しい。さあ、それでは2つ目の作品でございます。それでは行きましょう、あずずさんの2つ目の作品、それではこちら、3、2、1どうぞ。窓全開ねっ。ちょっと待って、あなたたちにね、ちょっと一言言いたい。ここ大事なところだから、さっきから気になって一応言おうと思ったんですよ。心さん、もう最初の5文字を読んだ時に小さくうなずかない。で、クリオネさんも吹かない。おかしい。それなぜかというと、クリオネさんが思ってる窓とは違う窓だから。そう。違う。違う窓だから。すっごいもう浮かんじゃったんだもん。浮かばない。さ、もう窓って聞いて。ピンクも出ちゃったもん。窓って聞いて、それが浮かんだら、YKK の人が怒るやん、まだ。違う。じゃあ、気を取り直して、行ってみたいと思います。それでは、二つ目の作品、こちらでございます。窓全開。熱唱後知り、恥ずかしい。本当の窓だから。熱唱した後ですよ。窓が全開だったことを気づいたわけです。あ、でも窓と窓がかかってるんじゃないかって言われてますよ。窓全開にしか聞こえないって。窓だから。窓だから。窓。ああ、窓全開ってだけでもう危ない。それにね、仮に100歩譲って窓全開だとしても、どこを全開してるのか全く分かんないじゃないですか。いや、気分が全開とか。胸かもしれないじゃないですか。でも、クリオネさんの的全開っていうのは、確実にあなた、ブラック4でしょ。いや、そりゃそうですよ。ブラック4ですよ。
これ全開って言ったらもうブラック4だから実体験ですか、うん、実体験ですか、実体験ですか、窓全開で熱唱したんですか、はい、あ僕昔いましたよ、すっごい熱唱してたら天窓が思いっきり開いてたって言いましたよ、次来てますよ、何ですか、窓全開あっちもこっちも恥ずかしい、あっちもこっちも あのねそう言ってね、人をね、なんかね、その、なんか、わいせつ行為をずっとしてるみたいな感じで言わないでください。陳列してるわけじゃないですからね。ね。難しい。これどっちにしようかな。これは、フレをして、その次、ふんどし、恥ずかしいでいきますか。そうですね。じゃあ、あずるさんは、フレをして、その次、ふんどし、恥ずかしいで、銀のマンカップおめでとうございます。おめでとうございます。欲求不満じゃないのって言われちゃった欲求不満じゃないの本当にあげるよ、もう全開で反応したらまずいよね、まずいよね、いやいいですよさあそれではですね何その笑い、いやちょっとね続きましてですね、作品の方読みたいなと思ったんです、はい、でですね、その沈黙は何、あ、いや大丈夫です、大丈夫です、わかりました、はい、今違うとこ読んでました、さあ、あそれではあいいですか、どうぞ、はいはい、どうぞ、あのねちょっといいですか、何ちょっと言っていいですか、どうぞ、番組中に僕を笑わせるのは歩を送ってくるな、まあ、番組を見てくださっている視聴者の方からですね、温かい激励の IM が来るわけですよ、僕のところに。ああ、なるほどね。でもその IM には悪意を感じるので。読めない、ね。読めないですね。はい、なるほどね。はい。はい、はい。ということで、さあ、それでは次の方の作品行ってみたいと思います。はい。歌丸ネーム、横筋さんからいただきました。あ、女子です。はい、セカンドライフユーストリームユーザーの方からいただきました。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。五七五は苦手なのですが作ってみました、うん、よく舌が回らなくてカミカミになる日常の一句ですということ、うん、カミカミになるということ、はい、今日はまあまあもうこの二人もね本当にカミカミで大変なことになってます、まあ、気持ちは多分分かると思いますけど、ね、はい、さあそれではカミカミになる日常の一句でございます、はい、横筋さんの恥ずかしい川柳作品こちらでございます、どうぞ、注文でコーヒーくだっちゃい恥ずかしい。注文でですね。そうです今注文ってなんだろうと思った。これまあ北海道弁なんで今一瞬どっちが正しいか分からなかったんですけど。注文で。注文でコーヒーくだっちゃい恥ずかしい。かわいい。恥ずかしい。恥ずかしいですね。コーヒーくだっちゃいはやばいですね。かわいいコーヒーくだっちゃい。これはやっぱあれですか。こうとっさに言うとなんかこう噛んでしまったりとかするんですかね。ああ。会社の電話とかでもとっさに言うとなんかあれって思う時あるよね。言うなんか言っちゃうことあるよね。ああ。ありますよね。あります、ね。はい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 。なるほどね。コーヒーくだっちゃい。かわいい。なかなかあれですね。こういうのが出てくるといいですね。コーヒーテイクオフでって言っちゃったことがあるって。あ、なるほどね。ディレクターさんが。いいですね。テイクオフで。そうそうそう。テイクアウトじゃなくてテイクオフで。テイクアウト、そうそう。離陸しちゃったんですね。離陸しちゃったっていう。いやー、いいですね。まあでもこちら、コーヒーくださいはじゃあこれ銀の。かわいい。いいですね。開けちゃいたくなりますよ。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。これよく、うん、番組とか、うん、あの会社以外で、うん、お疲れちゃんですってよく言ってるんですよ。ああよくここで言ってますよね。言ってますよね。うん、スタッフに言いますよね。そう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 。これ会社である人から電話かかってきてお疲れちゃんですって言ったことあるんですよ。うんあれすごく嫌なぐらいシーンとするんですよね。
で、シーンとしたんだ。そう、最も最強だったシーンとしたのが、あのちょっと前だったんですけども、あのすごい久しぶりの方から電話がかかってたんですよ。でもその方は僕よりも目上の方だったんですよね。でもまあ仲がすごく良かったんですよ。で何々ですけど、ああお久しぶりでしたっていうところを、うん、ああお久しぶりぶりですって言ってた。その時もね。それって噛んだってこと？いや違いますね。癖で言っちゃったんですね。お久しぶりぶりって。お久しぶりぶりって言ってるんですか？言いますね普段。へえ。言います、ね。親しい人とかとはよく言いますよね。へえ。久しぶりぶりでした。そしたらもう電話って結構誰も話してない時とか周りでこうあんまりガヤガヤしない時って電話の声って結構みんな聞いてますよね。ああ聞いてる。それがあなたお久しぶりぶりでしたとか言ってるからみんなこっちをガッて見ましたもんね。そりゃそうだ。ブリブリって言ってる。すごい。ブリブリ。ということでさあそれでは次の作品行ってみたいと思います。はい。とても素敵な作品が続いております。これうちのスタッフもちゃんとまとめてくれてるんだよね。大丈夫だよね。OK だよね。最後キング選ぶからね、歌丸キングね。はい。さあそれでは行ってみたいと思います。続きまして、ちょっとメルモさんからログが上がらないんだけど、すごい心配なんですけど。大丈夫？撮ってますよね、ちゃんとね。ああ、よかったです。はい。さあ、それでは続きまして、この方からいただきました、歌丸ネーム、ワイナガスさんからいただきました。ワイナガさんもワイナガさん、キングを取った方ですよね。はい、今日いらしてます、会場に。あ、ありがとう、お疲れ様です。ありがとうございます。男子セカンドライフユーザーの方で、視聴者の方捕まえて、お疲れ様でございますって言って、ここに来てるっていうのもすごいですね。言ってる自分が嫌ですけどね。やっと入りましたということで、やっとこちらの方にたどり着いたんですね。さあ、それでは、ワイナガさんの作品行ってみましょうか。それでは、ワイナガさんの作品でございます。本日のお題は、恥ずかしい川柳。それでは行きましょう。こちら！スタジオの、周りをうろうろ、恥ずかしい。もうさ、最初の5の段階でクスっていうのやめようよ。変えなさいよ。いや、分かったんですよ。あのね、結構ね、前からワイナガさんの名前が見えてたんですけど、うろうろしてたのね。なかなか、スタジオに、いや、スタジオの中にはいらっしゃらないなっていうのに気づいてたので、今のまさにその通りだったんだって。思わずね。はいはいはい。はい。なるほど。はい。ワイナガさんの、まあ、無事にスタジオに入れたんでよかったです。はい、よかったです。多分、うろうろしてる段階で自分が見られてるっていうのは気がついたんだよね、多分ね。どうなんだでしょうね。そうね。ほら、30分ぐらい歩いてます。30分ぐらい。歩いてるんですか？迷ったんですか？多分、SL 自体に、ほとんど慣れてらっしゃらないですか？なかなかね。そうですね。はい、大丈夫ですよ。30分ぐらいで来れたのは、ほんと、全然、OK。いや、よくたどり着いていただきました。はい。本当に。何しろ、ここは、道順とかも書いてませんから、一切ね。そうですよね。はい、ということで、ワイナガさん、銀のマークアップおめでとうございます。はい、おめでとうございます。そういうのは大事なわけですよ。ね。うんうんうん。何でも何でもね、TP ばっかり使っちゃいけません。歩いて歩いてみたいな感じですよ。大事ですよ、歩くのは。あ、そうですね。SLTV のグループに入っていただくとですね、通知の方が行って、ランドマークが出ますから、もうすぐに来れますから。はい。すぐに来られます。後ほど、ね、ご招待しますので。はい。はい。ね、行ってみたいと思います。さあ、それでは続きまして行きましょう。続きまして、こちらの作品でございます。この方からいただきました。ジュゴンさんですね。歌丸ネームジュゴンさんからいただきました。男子セカンドライフユースリミーズの方からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。投稿しますこんばんは。これここからか。ここから入ってんだ。ここは普通に読んでいいですよね。こんばんは。投稿します。恥ずかしい。ここ入ってますね。なるほどね、はい。もうすでに入ってる。そうですね。さあ、それでは、いきましょう。じゃあ、今の入れて4つ書いてるんですけど、2つ目いきます。
さあ、それでいきます。ジュゴンさんの作品でございます。恥ずかしい川柳です。それではこちらです。どうぞ。洒落た椅子、座って身が出た恥ずかしい。ジュゴンさんもありますね。タケル君にも言ってあげたい。はいはいはい、はい。まあいい、まあまあでもいいと思いますけどね。これあのアバターとかがタイニーだと中のこう具が出るんですね。具がね。はいはい。具がね。そういう。さあ、それでは二つ目いってみましょう。二つ目こちらでございます。たまになる人間アバター恥ずかしい。ああ、そうなんだ。俺ジュゴンさんの人間アバターって一回見たことあるのかな。へえ、見たいです。一回あん時に見たかな。あん時に人間でしたっけ。あん時、うん、あん時に、あん時、あん時、そう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 、多分人間だったような気がするな。あん時、うん、あん時ね。見なくていい。あ、恥ずかしいんですか？照れてるんですか？あの時見ましたよね、僕ね。はいはいはい。ということで、さあ、それでは最後の作品でございます。それでは最後の作品はこちらでございます。以上です。ひねりがなくて恥ずかしい。もう全部こんばんはから入ってるんですよね。素晴らしい、全部全部五四五の恥ずかしい選手できましたね。はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。これはじゃあこの中で言ったら僕やっぱり洒落た椅子、身が座って身が出た恥ずかしいが、はい、うんうん、そうですね。洒落た椅子、はい、座って身が出た恥ずかしい、これで銀のマンカップ。おめでとうございます。ありがとうございます。なんでありがとうございますね。ジュゴンさんそうだったんだ。恥ずかしいんだ。なるほどね。さあ、それではまもなく大詰めになってきますけども、次の方行ってみたいと思います。さあ、それでは続きましての方はこちらの方ですね。よいしょ。さあ、え何ですか。甘えてる。誰が。ちびたすごい甘かったですね。起きちゃった。まあね、さあ、それでは続きましてこちら行きましょう。歌丸ネーム TWK ウェブさんからいただきました。男子セカンドレフユースリビューザーの方からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。マトさん、クリオネさん、あともう一人のビリビリの方、こんばんは。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 ビリビリの方ね。はい。北海道も暖かくなってきました。あ、確かに暖かくなってきますよ。そうですね。今日は美人2人とデートしましたね。お、いいですね。あ、はあ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 、なるほど、いいですね。大丈夫ですか、パンツの方は。恥ずかしいパンツじゃなかったんですか。大丈夫ですか。ちょっとね、大丈夫。今夜もあの人の三部作ですってこと。あ、なるほどね。はいはいはい。あの人のね。あの人の三部作。うんうんうん。さあ、それでは行ってみたいと思います。それでは TWK ウェブさんの恥ずかしい川柳、あの人の三部作をお送りしたいと思います。まず一作品目。それではこちら。トークよりビリビリ目立って恥ずかしい。本当にいじりたいのね。そうね、いじりたいのね。いじりたいの、いじりたいの、いじりたいのね。なんかあの安いスナックみたいな雰囲気が漂ってますね。さあ、それでは二つ目の作品でございます。それでは TWK ウェブさん、二つ目の作品、あの人三部作、それでは二つ目こちら。ネタ読んで自分で笑うよ恥ずかしい。
それだけいじってってね。お前の好きなこと言っていいのよ。怖いわ。いい。すげえ場所なくなった。これはありますよね、あなたね。よくネタを読んで一人でね。そう笑ってます、ね。喜んでるっていうのは、ね。はい。じゃあ三部作、最後の作品でございます。それでは三つ目こちら。川柳をニトリで締めたよ、恥ずかしい。1月です。はい。もうじき3月よ。もうじき3月です。これも多分4年ぐらい言われると思いますけどね。長いな。まだ長いな、はい。やっぱりあの、なんでしょうね。まあ、一つの、まあ、ニトリ伝説って言われてますから、あれは。底辺のね、底辺の伝説ですけどね、底辺のね、まあでもまあこちら三部作お粗末でしたということで書いてましたけど、そうですね、三部作の中で言うとどれですかね。じゃあご本人どれがいいですか。トークよりビリビリ目立って恥ずかしい、ちょっとネタ読んで自分で笑うより恥ずかしい、川柳をニトリで締めて恥ずかしい、3つのうちどれがいいですかね。真ん中でネタ読んで自分で笑うより恥ずかしい、はいはい、じゃあこれで、いいね、じゃあこれで、マウンカップおめでとうございます。ありがとうございます。また来週、まあ、またね、またいじりネタが来るかもしれませんからね。待ってます。さ あ残り、わずかとなってまいりました。さあそれでは、行ってみましょうか。はい、これね、僕一応こう目通さないと分かんなくなりますからね、はい、これすごい読むの今笑ってる。こころさんビリビリですよ。ビリビリですからね。行けない、行ってくるよ。はい、はい、よ。じゃあ今のうちに行きましょう。さあそれでは行きましょう。投稿ネーム、元祖ミニマトさんからいただきました。男子セカンドレフューザーの方です。これ全然予測つかないですね。マトさん何楽しいことして遊んでるんですか。あ、僕も待ててください。これ本当に分かんない。今日のテーマは純が僕にはぴったりですねということで、なので今日はちょっぴり大人な哀愁漂う、ティッシュ三部作で対抗します。わかんねえな意味が。全然わかんないんだけど誰だ、ということで、じゃあそれでは行ってみたいと思います。ティッシュ三部作だそうです。元祖ミニマトさんの作品です。恥ずかしい川柳こちら。もったいない、ティッシュをそんなに恥ずかしい。三部作ですからね。深いね。もったいない。ティッシュをそんなにもったいない。あ、恥ずかしいですね。ティッシュ三部作なんで、じゃ次の二つ目の作品。はい。さ、いや東京さんじゃないですね。東京さんの芸風じゃないですね、これはね、多分ね。なるほど。それでは、二つ目行ってみたいと思います。はい、ティッシュ三部作、二つ目。はい。ティッシュがない、ティッシュがないよ、恥ずかしい。ね。今不思議なこうティッシュワールドに入ってきますかね。ティッシュワールド、すごいな。さあ三部作さらに強烈なのがあります。ちょっとこれ読み方ちょっと変わります。はい。途中で解説が入ります。いいですね。それではいきます。三部作それではいきましょう。はい、ティッシュ三部作の三つ目こちら。そのティッシュ鼻噛んだだけ。括弧本当だよ。本当だってば。別に変なことに使ったんじゃないよ。そんなに冷めて見ないよ。恥ずかしい。すごいな。すごい、一芝居入った。小
一番入り。持って帰って。わかんない。誰なの？わかんないな。で、最後に一言、もういいですかって書いてますけど、いや違うんですよ。誰だろう。資格が多すぎって書いてある。いろんな人が書いてある。ああ、そうかもしれない。あらこさん？いや、名乗っちゃいけないんじゃない？心さん。心さん。心さん。ごめんなさい。心さんは、ちょっとあれだよね。あとで審判だよね。そうかもしれない。投稿ネームのところに、うん、マトさんの心の中で生きてますって書いてるんだよ。じゃあ心の中見たら生きてる人いるんじゃない中に。いや、わかんない。でも、まあ確かにこの芸風は、あの人の芸風にも似てるけど、もし僕がその人だと思ってる人だと自分が感じたなら僕に IM を送ってください。はい。ということで、僕的にはですね、そうですね、3番目の3部作の3番目のやつですね。これうちのスタッフが困るんで、これをコピーして貼ってあげましょう。小芝居入りね。小芝居入りのやつね。うんうん、でこれ小芝居入りのやつで、元祖三又さんから、いやでも元祖三又っていうことわかんない。謎だ。はい。うん、じゃあ、元祖三又さんにはマンカッププレゼントしますんで。おめでとうございます。手錠を明かしてくださいね。よろしくお願いします。謎ですね。うん。謎ね。はいはいはい。さあそれでは続きましていきましょうか。投稿ネームじゃなくて歌丸ネーム真央さんからいただきました。真央さん先週歌丸キングでしたよね。確かね。そうそうそう。女子ですセカンドレフユーザーの方からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。先週は名誉ある歌丸キングに選んでいただきありがとうございます。嬉しかったですよ。いえいえ、ね、素敵な作品ありがとうございました。うん、今回も思いつくものは3つ送っちゃいますということね。うん、はい、うん、それでは、3部作になりますね。はい、3部作、3つの作品になります。それでは、行ってみましょう。まずは、真央さんの作品、その1、行きましょう。恥ずかしい川柳、こちら。裕次郎、グラスを回して恥ずかしい。まあ先週のね続編ですねこれはね。うん、うん、続編ですね。ニュージローネタですね。先週なんだっけ。ヨットヨットヨットがなくて、うんうん、ヨットがないのにユージロー。みっともない。あ、みっともないヨットがないのにユージローですね。そうそうそう。これで歌丸キングを取ってる。今回もユージローネタが来ました。ユージローグラスを回して恥ずかしい、ね、うん、はい、じゃあ2つ目の作品行ってみたいと思います。はい、2つ目はこちらでございます。こちらどうぞ。気づいたら川柳口調恥ずかしい。ああ。ついついでちゃう。そうですね。あれですね。こうラーメン屋とかに行ってすいません。味噌ラーメンをやわめんでとかそんな感じですね。なるほどね。そんな感じですね。だいたいこう川柳を考え出すとそういう風になってきますよね。そうか、口調がね。うんうんうん。いつも考えちゃうからね。いつも考えるとね。さあ、それでは3つ目いきたいと思います。はい。それでは3つ目、こちら。最近の趣味は歌丸恥ずかしい。いや、恥ずかしくない。恥ずかしいことではないかな。嬉しいじゃないですか、こちらの人はね。これはいいと思いますよ。うん、嬉しいですね。3部作3つ来ましたね。うんうん、これ3つのうちで言うとあれかな、川柳口調かな。うんうんうん。気づいたら川柳口調恥ずかしい。はい、うんうん。これいきますか。いいですね。ということでじゃあ、
マオ師匠は気づいたら先流口を恥ずかしいで銀のマークアップ、おめでとうございます。おめでとうございます。あ、いいですね、よくできました。いいと思います。さあそれでは、続きまして、最後の作品でございます、はい、本日最後の作品になります。はい、歌丸ネーム桜姫さんからいただきました。女子セカンドライフィールドの方からいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。クリオネさん、マドさん、ココロさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ちょっと書くのも恥ずかしいのですが、通勤電車に乗っていた時にやってしまった本当に死ぬほど恥ずかしい出来事を本日のお題、恥ずかしい川柳にしてみました。皆さんも正直こんなことはありませんか。それでは行ってみたいと思います。それでは行きましょう。桜姫さんからの恥ずかしい川柳。なんかガサガサしますよ。大丈夫ですか。注意です。ごめんなさい。あ、大丈夫ですか。はい、さあそれでは行きましょう。桜姫さんからの恥ずかしい川柳、それでは行きます。それではこちら。咳したらおなら止まらぬ恥ずかしい。止まらない。止まらなくなったのね。ブッ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 みたいな。ブッ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 みたいな。あれ、ぶ、あ、止ま、ぶ、みたいなね。ちょっとそこまでやる。それはもう大変ですよね。大変だ。大変それ。桜姫さん、それやばいですよね。それやばいですよ。ああ。咳をし、大丈夫ですかって。大丈夫、ぶ、ぶ、大丈夫ですかぶ、ぶ、ぶ、とか言ってるんでしょ。止まらない。作用、反作用だって。すごいですね。上から下から。そうですよね。これは痛たまれない。これは桜姫さん、ちょっとキャラクター的なものをちょっとこうすごく今下の方、そう下の方に、イメージ変わったぞ。あれよ、桜姫さん知らないよこれ。もう本当にあの竹下ジェットシティファミリーに近くなってたからね、なんかね。大丈夫ですか。そうそうそう、一応うちら底辺にいるから。うん、気をつけて。これはもうじゃあもう銀のワンカップはもう確実に。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ正直1回ぐらいは出るときあるよね。1回咳したときにブーってはあるよね。さあどうかな。いや、あるから、あるでしょ。いや、ちょっと待って、そこはっきりさせようよ。悪いときはあるかな。じゃあ小倉さんあるよね。うん、咳した時にブーっていうのね、うん、あるっていうことでしょ。うんうんうん、間違いないね。なんでそんなにいっぱいかかってない。間違いないね。間違いないね。まで、なんて言うの。間違いない。クリオネさんはありますか、そういうの。調子悪い時はないですよ。調子がいい時に、じゃあ咳して、ね、調子がいい時にありますね。あ、調子がいい時にあるんですか。そうそうそう、あ、今日は調子いいなーブーみたいな。そう、調子がいい時の方があるな。調子悪い時ちょっと困ります。そういうのあったら、ね、危ない。そうですね。どうかな、まあ、調子悪い時はちょっとかなり、まあ、に、まあね、匂いの方もちょっとかなりきついでしょうからね。あ、なるほどね、調子悪い時はない。で、これ栗上さん間違いないですね。うん、調子いい時は、ね、あるってことですね。ほら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 、あるってことです。間違いなしです。変な感じの人だよな。間違いなしね。今日する前に抜いているんじゃないの。あ、そうね。そういうこと。咳の量をちょっと減らすために、減圧してるんですかね、下の方で。間違いないね。え、ちょっとこんな髪になったっけ。なんか最近。なんか最近ひどくない。うん。まあ、そういう番組ですよ。そういう番組ですよ。うんうんうん。ということで、以上で作品全て出揃いました。皆さんの作品ありがとうございます。番組の最後に歌丸キングの方を決定させていただきたいと思います。はい、以上本日の目指せ歌丸でございました。皆さんありがとうございました。さあというわけで次のコーナーに行ってみましょう。さあ次のコーナーはこちらのコーナーでございます。今週のパワープレイ。さあ今週のパワープレイです。今週ご紹介するアーティストはこちら、ペジテ。は
ペジテ、P-E-Z-I-T-E ということで、ペジテですね、うんうんうん、はい。あ、なんか素敵な感じですね。ボーカルの方がえらい可愛いですね。ねえ、はいはい、なるほど、そんなペジテの皆さんご紹介したいと思います、ボーカルは直美さん、サックスは小林純一さん、ギターが伊藤義成さん、そしてドラムは、村上義行さんですね。2007年の8月に結成いたしました。あ、ちょっとずれちゃった。ちょっと待ってね。はい。よいしょ。いや、僕が今ちょっとノートを広げたらずれちゃいましたね。2007年の8月に結成しました。ロック、ポップスを基調とした想像力、そして色彩豊かなロックバンドです。うん、2009年の2月、ファーストアルバム、アダムスキーを発表しました。未知との遭遇と人の想像力という テーマをロックに乗せた、長年温め、続けてきた渾身のコンセプトアルバムが反響を呼びましたということで、非常に大きな反響を持っていますね。5人が生み出す独特の愛くるしい疾走感、引きつける楽曲、そして何よりも金字塔とも言えるべきボーカル直美さんの表現力、存在感は圧巻です。現在都内を中心に精力的に活動中ということで、実は今日今夜自体今この放送中なんですけども、この金曜日の夜も実は代官山でちょうど久しぶりのライブを行っていますということで、もう本当事前にねお知らせできればよかったんですけど、ご紹介できればよかったんですけども、ちょっと、今回はご紹介が遅れてしまいましたけど、今後の活動を楽しみにしてますので、先ほどボーカルの直美さんの表現力という部分にすごく存在感に関しても圧巻だと書いてあるんですけど、まさにそれは本当だと思います。僕も楽曲聴かせていただいて、何でしょうね、歌詞をすごく引き立てるというか、生かすボーカリストだなと。で、バックの音に、負けないぐらいのすごい存在感をやっぱり持ってるボーカルで、で、なんて言うんでしょうね、日本語の歌詞表現がすごくこう、ドンとくるというか、聞いていただければ一発わかると思いますので、こちらの方ぜひ聞いていただきたいなと思います。さあ、それではこちらの曲聴いてください。さあ、それではご紹介しましょう。ペジテ、曲名はコンタクト。Yeah!
して、そっとそっと追いかけた。退屈な真実など抜かれた感じがしませんか。わしづかみにされた感じが多分あのしてる方もいらっしゃると思うんですけども、僕一番最初に聞いた時に何て言うんでしょう、あのパンチの強さっていう部分で言うと、力強い、ジャンルで言うとあの椎名林檎さんの力強さがありますよね。で非常に何て言うんでしょう、やっぱり表現力、やっぱりすごくある方だなと思いますよね。でさらに僕の中でやっぱ思ったのは演奏の部分で、本当に世界観を出すこう演奏をそれぞれの方がメンバーがしてるんだなってすごく強く思いましたね。いや確かにすごいボーカリストですよね。それはすごく思いましたね。そうですね、声が色っぽいのもあるし、あと歌い回しもすごい色っぽいし、で、なんて言うんでしょう、雑じゃないですよね、丁寧で、かつすごいパンチがあるっていう、なかなかいらっしゃらない感じの、こういう感じのボーカリストの方は、なんかちょっと驚かされましたけど、とっても素敵な、はい、皆さんですけど、はい、ということで、今日はライブをやっていたということ、やっているということなので、今後ねどんな活動するのか非常に楽しみですけど、ね、東京都内の方を中心に活動されてますので、何かしらの今後も機会があると思いますので、ぜひご紹介したいなと思っております。はい、さあ、ということで SLTV が配信する音源および楽曲に関しましては著作権、著作隣接権を所有するレコード制作会社、音源制作者、演奏アーティストにより、音源の提供契約または音源の配信の許諾をいただいている楽曲をご紹介しております。これからもですね、いろんな素敵なアーティスト、バンドをご紹介したいなと思っています。はい、今日ご紹介しましたバンドはペジテ、曲名はコンタクトという曲でした。これからもですね、SLTV ではこのペジテ応援していきたいなと思っております。はい、ということで、今週のパワープレイでした。ありがとうございました。ありがとうございました。そのというわけで、この後こちらのコーナーでございます。ペジテの曲で、こう、わしづかみにされた、こう、ガツンとしたところから一転したコーナーのチェンジでございます。うん、さあ、それでは続きまして、こちら。竹下星占い。さあ、いきなりポップな感じに変わりましたね。さあ、それでは本日の竹下星占い担当の方をお呼びしたいと思います。本日はこの方でございますね。ちょっと待ってください。
はい、本日の担当者、本日の担当者、担当者担当者、あれどこにいる？担当者、担当者、ちょっと喋っててね、探すから担当者、担当者どこかな、担当者どこにいるのかしら、担当者はよかった、でもなんか、はい、送ってください、1週間早かった忙しかったから早かったのかな、あそうかもしれない、うん、僕の放送用の方に送っていただければ、はい、あ、来ましたね、はい、はい、よかった、はい、さあどうかな、それでは担当者の方、あ、こんばんは、担当者担当者、元気出して。担当者、ちょっとすごい声ちっちゃいね。ちっちゃいですか。ちょっと待って。ちょっとあーって声を伸ばしていただいて。あー。はい、来ました。担当者負けちゃうよこの二人に。いやいやいや大丈夫大丈夫。さあというわけで本日の竹下星占い担当者はスタッフのガズモでございます。よろしく。よろしくお願いします。はい。ちょっと風邪ひいてる？そうですね。鼻声ですね。鼻風邪ひいちゃってます。あ、ほんとだ。気をつけて。はい。気をつけてね。くしゃみとか咳すると一緒におならも出るから気をつけてよ。はい。さあ、というわけで、今日の星占いガズモでございますけども、今日も、最も今週運勢のいい星座と悪い星座、ご紹介していただきますので、よろしくお願いします。それでは、どうぞ。はい。この竹下星占いでは、ジュノペリアさんによる各星座の今日から1週間の運勢について、運気が最高の1位の星座と、ちょっと運気が落ち込み気味な最下位の星座をお届けします。うん、それでは、今週、2月24日から3月1日までの1位の発表です。さあ、それでは発表したいと思います。それでは発表でございます。さあ、それでは1位の発表でございます。それでは行きましょう。1位はこちら、はい、今週最も勢いのある星座はサソリ座です。サソリ座ガズモちゃん元気？ガズモ元気出して。大丈夫かな？大丈夫？大丈夫か？なんか辛そうねえ。だって頑張れ。うん、だ大丈夫？はい、大丈夫です。大丈夫今もうほとんどこれ見てる人っていうよりも人類が君のことを今心配してるよ本当に大丈夫って感じね。じゃあよろしく。では第1位のサソリ座についてお願いします。はい、はい、かなり好調期と言える時期です。うん、対人面は活発になりそうです。うん、助けを得たり新たな人脈を得て、そこからまたチャンスが広がったりと、交友関係がとっても恵まれています。お仕事面ではやらなければいけないこともありそうですが、その場その場で臨機応変な対応が吉。何事も楽しむことを一番に、前向きに貪欲に取り組んでみてください。良い結果が生まれそうです。恋愛面ではカップルさんは仲良く過ごせる時期はあるのですが、少々お相手に無理な注文をしてしまいそうな気配も来ることもあるかもしれませんが、そういう時はお二人で気分転換をされる方がベストです。シングルさんはこの先長いお付き合いになりそうな方と縁がありそうです。印象の残らない方かもしれませんが、この時期に出会う人には注目してみてください。自分の鍵はヘアブラシです。佐藤さんは男女問わずとても綺麗な髪をされている方が多いので、多い星座でもありますので、いつもより
多少念入りにブラッシングされると魅力アップにつながりそうです。なるほどね。はい。以上ですね。サソリ座は以上です。なるほど。はい。サソリ座の方。ね、空いてるかな。いらっしゃいますか。なんか、あれよね。竹下星占いのこう雰囲気をこう、ズボンと変えてるような感じがするのね。しょうがない、ちょっと辛い。そうね、ちょっとね、辛いからね。ね、そうそうそう。風邪だもん。これはやっぱりこうね。ちょっと BGM 変えようか、ちょっと。ちょっと変えようか。どうやって？何に？そうね。どんな感じに？そうね、何しようかしら。こんな感じしようか。ああ、メルヘンチック。ああ、綺麗な曲。さあ、それではですね、勝本さん。ちょっと、